はい、それでは今回はエリカさんのパーティーでやっていきます。対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。てかなんでラフレシアじゃないんだ。ラフレシア使うとかなり強くなっちゃうと思って、臭い花にしてみました。そして選出ですが、大体臭い花先発と決めているので、臭い花先発でいきたいと思います。なんか今回展開早いんだぜ。それでは、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手の先発はアブソルか、臭い花が仕事してくれそうだな。それでは行ってこい、臭い花。この臭い花は進化の奇跡持ちです。ではまずは日本バレを打っていきます。そういえばこのパーティーって全部特性揚力素じゃないか。おお、よく気づかれましたな。いきなりの論者やめろ。そうなんです。なので今回は日本バレとグラスフィールドがキーポイントになってくると思います。お相手のアブソルはメガ進化、お相手の選択は。剣の舞はやめていただきたい。日本バレしたから S はウツボットの方が早いと思うが、ここ不意打ち怖いんだぜ。ならここはウツボットに繋げるためにも、グラスフィールド打っていきましょうか。よし、お相手のアブソルは不意打ち、ソーラービーム打たなくてよかったんだぜ。でもやっぱり不意打ち持ってたかー。なら次はやっぱりウツボットじゃなくて、タスキ持ちのモンジャラの方がいいかもしれない。確かに、剣の舞積まれてなかったらウツボットでよかったかもしれないがな。お相手のアブソルは叩き落とす。あれ、これって耐えれるんじゃない？おお、よく耐えてくれたんだぜ。それではグラスフィールドで 1.5 倍威力が上がってるソーラービームを食らえー。タイプ 1.5 倍火力アップで、なおかつアブソルの耐久ならもしかしたら。おお、偉いぞ、臭い花ー。剣の舞積まれてたし、ここで厄介なアブソルを臭い花で突破できたのはかなり大きいんだぜ。あと説明していませんでしたが、グラスフィールドは体力を16分の1回復してくれます。そしてお相手の2体目は月光が、いくら揚力素でも S に振ってないから月光が抜けないし、これで臭い花は仕事終了っぽいな。まあでも日本バレ打って、グラスフィールドまで巻いて、アブソル倒してくれたし、すごい大仕事だよ。お相手の月光がは冷凍ビーム、これでお相手の月光がガタマとかならすごい助かるんだぜ。ではお疲れ臭い花、ゆっくり休んでね。いい仕事をありがとう。よし、お相手の月光がは玉、これでタスキの心配はなさそうだね。それではここはモンジャラに倒していただきましょう。さあ行ってこい、モンジャラ。このモンジャラは気合のタスキ持ちです。じゃあここはグラスフィールドで威力上がってる、ギガドレインでいいよな。ではチューチュータイム。チューチュー。あれ、ギリギリ耐えられちゃった。タスキが残った状態でラストのポケモンと当たりたかったところなんだぜ。まだ日本バレ切れないよね。ならここで月光がは玉ダメで倒れるし、ラストのポケモンにガムシャラ入れれば勝ちでしょ。いや、もしお相手が素早いポケモンで、ウツボットが一撃でやられたら終わりだぞ。大丈夫大丈夫。大丈夫。だよね、知るか。さあ、どんなポケモンでも、出てこーい。声震えてるぞ。よし、お相手のラストはニンフィア、ニンフィアなら、いける。ガムシャラ呼んできて初手眠る。そういう可能性もありますねー。晴れターンとグラスフィールドのターン稼ぎで十分あり得るんだぜ。お願いニンフィアさん、眠るだけはご勘弁を。よっしゃー。これであとはウツボットがリーフブレード打って終わりじゃー。お疲れモンジャラ、ゆっくり休んでね。じゃあマリサ、ウツボット出していくね。グラスフィールドは消えたが、まあ問題ないだろ。じゃあリーフブレード頼む。もちろん。さあウツボット、とどめの、リーフブレードじゃー。よーし、これでニンフィアも突破。今回はうまくコンボが決まったな。それでは、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。それでは2戦目やっていきます。対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手さんはゲイチスパで、レジギガス、クロバット、ドグロック、バンギラス、シビルドン、サザンドラだね。先発はやはり臭い花か。もちろん臭い花でいきたいと思います。それでは、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲイチスさんに勝ったら私結婚するんだー。霊夢、お前多分今回で死ぬぞ。さあ行ってこい、臭い花。持ち物はさっきと変わらず進化の奇跡持ちです。お相手の先発はクロバット、これはまずいんじゃないか。マリさんくん、はっきり言いましょう。ブレバ連打で敗北します。安心しろ、わかってる。でもブレバ持ってないかもしれないし、一応日本バレ打っていきましょう。よかったな霊夢、ブレバ打ってこなかったぞ。いやいや、挑発打たれてるし。でも挑発持ちってことは耐久型かな？かといってここで交代はしにくいので、ここからヘドロ爆弾連打していきたいと思います。はいどっこいしょ、ではここもヘドロ爆弾連打で。お相手はクロスポイズン。あれ、これってもしかして急所入れば。はい無理ですよね。ここ挑発解けたが、どうする？
多分攻撃してくるでしょ。でももし挑発してきた時のためにヘドロ爆弾にしておきます。お相手は挑発、これはヘドロ爆弾にしておいて正解だったんだぜ。お願い、倒してー。そう、ダメだったか。さすがにここは攻撃してくるよな。そうだよね、なのでここもヘドロ爆弾で。おっと、お相手は交代か。何出てくるんだろ。出てきたのはバンギラス。なるほど、砂ダメで倒しに来た感じなんだぜ。このヘドバクでぜひとも毒に。よっしゃー、来たー。この臭い花、持ってるんだぜ。お疲れ臭い花、ゆっくり休んでね。それではここは砂も続いてるし、ウツボットから出していこうかな。それではここはまず日本バレで S 逆転していきましょう。お相手のバンギラスはメガ進化、メガバンギだというまいとかか。お相手のバンギは身代わり、これは次のターンアンコールで縛っちゃおうか。そうだな、日本バレで S 逆転しただろうし、アンコで縛って剣のマイレンダで良さそうだな。ではここはアンコールで。キャーバンギさーん、かっこいい、もう一度身代わり見せてー。え、ほんと、仕方ないなー、一回だけだよ。バカが。これでもうお前は身代わりし続けるしかないんだよ。ウツボットが積んでいくのを指くわえて見てるがいい。く、そう、交代じゃー。何が来ても変わらんよ。お相手のラストはレジギガスか。これは剣の前で積んだウツボットのリーフブレードで角に取れてればいいんだが。さすがに角に取れるでしょ。本当はグラスフィールド貼ってくれてればよかったんだけど。よし、さて、お相手の行動は。あらら、電磁波持ってるのね。これでバンギラスより遅くなってしまったか。食べ残しってことは守るしてくるんじゃないかな。ということでここはアンコ打ってみます。お相手のレジギガスは交代。出てきたのはバンギラス。くそ、ここリーフブレードが正解だったのか。だがここで日本バレしておけばモンジャラに砂ダメいかないし、なおかつ揚力素で3立てできそうなんだぜ。確かに、よし、ウツボット、ここで麻痺バグだけはやめてくれ。頼む、何でもあげるから。ならお前の命をくれ。え？お前はポケモン界では賞金首なんだ。断る。そうか。いやー。皆さん、これがポケモンたちに嫌われ尽くした人物の慣れの果てです。ポケモンは大切にしましょう。皆さん、大切にしないと私みたいになりますよ。それでは、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。